はい、どうも皆さん、こんにちは。タッチチャンネルの達也です。前の動画でジャイロキャノピーにスマホスタンドを取り付けるって動画を上げたと思うんですけれども、動画を出してどうだろうな、はっきりと覚えてないんですけど、数ヶ月後にもう剥がれちゃったんで、もう外したんですけれども、こんな感じでつけてたんですね。こっちが前でこんな感じでつけてたんですけど、やっぱこっちにそのスマホの重量が来るせいなのかわかんないんですけど、こうつけてた、こっち側が剥がれてきたんですね。で、マスキングテープでぐるぐる巻きにしてたんですけど、やっぱ見栄え悪いし、やっぱこうやって外したりするときに、のりでつけてればこっちだけついてりゃするものが、あっちの前側のカバーにまでテープが来ちゃうので、そうするといろいろめんどくさいので、今回はテープを貼り直すことにしました。今回は、このエーモンの柔らかいダッシュボード用、まあ屋内用の両面テープですね。こちら、を買いました。3M の VHB ってシリーズですかね。です。まあこれは、このシートが、ここが赤色のやつと白いやつがあって、白いやつの方が屋外用らしいんですけど、よくその GoPro 純正じゃなくて中華で出回ってるものの付属って、大体この赤いテープの方の 3M が使われているので、まあ、GoPro みたいな激しい使い方するようなものに中華メーカーが採用してるんならいいんじゃねえかなってことで、こちらの方を買いました。でもこんな感じで、ここの台座に合うようにカットしました。とりあえずまずこいつを脱脂します。前回は糊と車体側が剥がれたんですけど、この脱脂不足で糊とこの台座側が剥がれてしまっても困るので、まあ脱脂はおなじみシリコンリムーバーでやっていきます。あんまり室内で使うものではないですね。換気しないと1日くらいこの匂いが部屋に残り続けます。あとテープ貼ったせいで塗装が剥がれてしまったので、表だけ艶消しの黒で塗りました。なのでラッカーなので、こっちは拭いちゃうと溶けちゃうので、溶剤がいかないようにうまいこと拭きます。裏面乾いたら、まあ、大体この両面テープの方にはもう癖がつけてあるので、剥がして、よし、このテープの接着面に裏表ありませんって書いてあるんですけど、まあ、大体売ってる商品ってこういう風に貼り付いているんで、その通りに貼りましょう。形合わせて貼ったんですけど、ちょっとはみ出たんで、カッターで削れるなら削ってみます。あんまり削ると台座の方の塗装を削っちゃうんで、これくらいにしときましょう。それでは一旦ちょっと、カウルとこの台座持って仮合わせしていきます。よし。今とりあえずこっちを車体と仮合わせして、その鍵穴と、あとスイッチ関係、あとはメーターとで、まあメーターはその速度の方にめっちゃ干渉するってことはないんですけど、一応その、めっちゃずれてた時が困るので、それ防止でこっちの横のラインだけ決めてきました。中に戻って、今度はこの台座の角度と、このカウル本体がしっくりくるポイントを探します。もうちょっと曲げるか。前回はね、これがあんまりできなかったので剥がれたっていうのはあるかもしれませんね。でもぴったり合わせるのは難しいですね。さすがに、本当はここでそれぞれ R つけたいんですけど、無理ですね。よし。とりあえずこれで決まったので、今度はこっちの左右じゃなくて上下方向もテープを貼ります。よし。とりあえずこんな感じでセットしたので、テープを貼っていきます。その前にもう一回、まあ一度こっちも脱脂したんですけど、一応もう一回最終脱脂。よし、最終が確認できたので、でまあ表面も乾いたので貼っていきます。よし、とりあえずこんな感じで貼れました。で貼ったら、まあ、前回もやったと思うんですけど、こいつが浮いてこないように上からマスキングテープを貼っちゃいます。一応このテープのゴミを1枚塗装面にかぶせてからティッシュにしましょう。この動画を撮る、
4時間前くらいにラッカーで塗ったので、さすがに密着論を吹いたとしてもそのこっちのテープの方にくっついてくる感じがするので、ティッシュで保護して、こんな感じで、まあ、ちょっと圧力をかける感じで押さえつける感じでテープを巻いていきます。とこんな感じで固定します。そしたら説明書にはなんか24時間くらい負荷をかけるなんて書いてあるので、かといってこのまま部屋の中に転がしておくわけにもいかないので、とりあえず12時間くらい暖房の効いた部屋で放置します。10度以下での作業は粘着力が低下しますって書いてあるので、もうこの季節はもう外はまあよっぽど10度下回ることはまだないんですけど、まあ、中の方が両面テープにいいだろうってことで、とりあえず室内でこの状態でしばらく置いておきます。では貼り付けから数日経ちました。で、こっちの車体の方に取り付けて、もうだいたい4日、5日、5日くらい使ってますけれども、よいしょ。こんな感じで、ほとんど隙間はありません。今、ちゃんと頑丈に取り付いてます。まあ、この両面テープがまたどれくらい持つかわからないんですけど、もしまたこれが剥がれるようだったら、また動画作ります。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。